皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、チャネリングによる予言を2回に分けてご紹介します。チャネリングの予言。将来一体何が起こるのでしょうか。それも近いうちにです。衝撃的で驚くべきビジョンを本日皆様と分かち合おうと思います。麗しくそして素晴らしい魂をお持ちの皆様、この見事な日に皆様と共に過ごせることをとても幸せに感じながら、ここアリゾナのセドナからお届けします。チャネリングによるスピリットからの予言をお伝えする前にその方法について少し説明します。私は予言をもう15年以上続けているのですが、大抵は車に乗っている時でも見えたものをノートやコンピューターに記録します。火曜日の定例予言ではその時に見えたビジョンを皆様にお伝えしています。ですが超越瞑想をする時に真相まで至れば、さらにはっきりとしたビジョンが見えてきてもっと詳しい内容をお話しできます。この椅子に横たわって目隠しと耳栓をして、瞑想に合った音楽を流しながら私に見えたものを皆様にお伝えします。ではチャネリングによる予言へご案内します。まずスピリットはカリブ海のどこかに私を連れてきました。まるでそこに立っているかのような感覚で、バハマの海岸かまたはキューバにいる気がします。強烈な嵐がやってきていて、カテゴリー4か5のハリケーンとなっています。その嵐はまっすぐキューバに進んでいます。その巨大な嵐はカリブ海へと向かい、キューバを通り海岸を襲います。これは操作されているように感じられ、そういう嵐はこれだけではないと思います。これからもっと多くの気象操作された嵐がやってきます。またこれとは別のハリケーンがフロリダキーズに到来しマイアミに向かいます。まるでフロリダを狙っているかのようで、スピリットにこれは操作されているのかと尋ねましたが答えてくれません。またカリブ海のどこかに私はいて、ソロモン諸島かどこかだと思います。もしかしたらインドネシアかもしれません。砂浜のあるビーチで大きな岩のあるところに立っていて、足元が揺れているのがわかります。沖では巨大な津波が湧き上がるのが見え、3方向からやってくるように見えます。まるで水の波及効果のようです。人々は避難するためにビーチから逃げています。インドネシアかフィジーにいるような感じがします。7と2の数字が見え、多分マグニチュード 7.2 の地震という意味だと思います。2つのタイムラインが見え、1つは9月、もう1つは1月から2月にかけてです。冬が来て想定外の嵐がやってきます。カリフォルニアのシエラネバダあたりだと思いますが、家屋は雪で埋まっています。多くの犠牲者の報道があり、人々は自分で雪を掘り脱出しています。屋根は崩落し、このような出来事は世界でもいくつかの国で起こり、アメリカも含まれます。砂漠地帯で大洪水が起こり、多分オーストラリアのことだと思います。あらゆる方向から鉄砲水がやってきて、どこにも逃げ場がないので屋根に登ります。鉄砲水はオーストラリアとニュージーランドの全域で起こるかもしれません。特にクイーンズランドが見えていて、9月と1月から2月のタイムラインでのお話です。私のチャンネルに戻ってきた皆様、そして初めて訪れた方々、私の名前はジョセフ・ティテル、真実の予言と信託をお届けします。皆様からのご支援に心から感謝します。私がこのような活動を続けられるのもひとえに皆様のおかげです。またチャネリング現場に戻ります。キューバとキューバの方々に対し重ねて警告が出ています。何が起きているかといえばアメリカやグローバリストからの怒りが感じられます。ニューヨークに海側から暗く広範囲にわたる黒雲が迫っています。海辺に立つ自由の女神が見えています。黒雲と大嵐の影響で竜巻が発生しその暴風がニュージャージーを襲うのが見えます。これがニューヨークに到来するのと同じ嵐なのかどうかはわかりません。ニューヨークの通りが川とか砂が見え、暴風により自由の女神がビュービューと音を立てているのがわかります。悲しいことにニューヨークはこれから様々な惨事が起こるでしょう。この街では多くの場所がターゲットとなります。中国が狙っていますが、戦争という手段ではなさそうです。違った種類の戦争が現在も進行していて、アメリカだけでなく中国もそしてロシアも気象をコントロールできます。大地震がある都市で発生し、多くの人々が逃げ出すのが見えます。多くの車やオートバイが見え、多分インドのように思えますがパキスタンかもしれません。脆弱なビルは今にも倒れそうになり、トルコの大地震で起きたような連続したビルの大規模倒壊が見えます。11月が頭に浮かび、この地震がその月に起こるかどうかはわかりませんがきっと大震災がやってくるでしょう。世界的な動揺も引き起こされ、それが様々な出来事を起こします。スピリットは偽の白旗がはためく様子を見せていて、一方にアメリカ国旗を、もう一方でロシアの国旗がはためいています。この二つの国が先ほど見た白旗を振るのでしょうか。そうだとスピリットは言っていて、それは二つの別々のイベントで起こります。悲しいことに以前予言したキノコ雲のビジョンですが、最近一つロシアで起こりましたが、もっと巨大なキノコ雲をこれから見ることになり、それの原因はウクライナが作ります。ですが私たちには誰のせいかわからない形で伝えられるでしょう。軍隊が集結しているのが見え、場所はポーランドのようです。実際その国でこのような事態が進行していることは皆様ご存知だと思います。これは防衛か攻撃の準備でしょう。スピリットからは自衛という言葉が聞こえ、騒ぎは早急に鎮圧されます。なぜか4月が頭に浮かび、大規模で破壊的な出来事が4月にも起こり、2024年は荒れ狂う年となるでしょう。もちろんどの場所に住んでいてどれだけ準備ができているかにもよります。発電所か何かから火花が飛び散るのが見え、その火花はそこら中に広がります。なぜそのようなことが起こるのかはわかりませんが、破壊活動によるものではなく、有刺鉄線に囲まれた大規模な発電所に立つ塔の頂上から火花が放出されます。これが太陽フレアの影響なのか、ある種のテクノロジーによるものかわかりません。スピリットはテクノロジーだと言っていて、多くの闇側のテクノロジーがこの星でうごめいています。これから起こる惨事はその闇側のテクノロジーによるものであり、マウイの大火災もそういった邪悪な悪人が引き起こしました。このような事態は多くの場所で起こり、温暖化やその他のせいにします。そのように人々を管理下に置き、世界中で悪事を働くことを肝に銘じておく必要があります。ですがスピリットによれば簡単ではないものの、私たちがその悪巧みを阻止することができるのです。スピリットは再び12月の雪の世界に連れてきました。木々は寒波で樹氷と化し、停電が発生し、アメリカの南東部が頭に浮かびました。イギリスの周辺でもクリスマスが氷に閉ざされるのが見えます。巨大地震が足元で発生し地割れが起こるのが見えます。その奥底には大規模なマグマだまりがあります。そこから離れた場所では爆発的な大噴火が起き、まるでラパルマ火山のような規模となっています。太陽が見えない場所もあり、シチリアのエトナ山かもしれません。東へ移動してラパルマ火山の方へ来ていて、多分場所はヨーロッパでしょう。この噴火はとても大きく、ニュースのヘッドラインを飾り、エトナ火山噴火の文字が見えます。これは飛行機やヘリコプターなどの航空の安全をも脅かします。飛行機について言えば洋上を飛んでいる飛行機が見え、多分インド洋だと思います。その飛行機は満席で空にはたくさんの稲妻が見えます。飛行機は乱気流で揺れていて、翼から火花が出ているのが見えます。そして飛行機は突然消えてしまいます。文字通り消えるのです。どこかはまだわかりません。まるでバミューダトライアングルかそれと似た場所だと思います。MH370 という文字が見えます。いかがでしょうか。MH370 という飛行機は2014年に消息を絶ったマレーシア航空の飛行機ですが、その後その便名は欠番になり、今では使われていないようです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。